の、あのね、部屋にいたら、こっち来たけど、だって急に窓から部屋に飛び込んできてカサカサ動くんだよ。まさかって思っちゃったらもう無理でしょ。私が開けたわけじゃないもん。誰かが換気で開けてくれたんだろうけど、ちょうど涼しかったし。まさか網戸がしてなかったなんて。犯人探す？何言ってんの？でも、まあよかったかな。結果的に二人になれたし。ニコ！だってさ、院長、私のこと名前で呼んだでしょ。したもん。彼氏専用。だって院長期待してたでしょ。だから一応頑張ってたんだけど。知ってるの？嘘。めちゃくちゃ恥ずかしい。よりにもよってあんなとこ。どうしてそんな嫌味なこと言うかな。穴があったら入りたい。あんなとこ見られてどこが？
肉じゃがのつもりだったけど、辻褄を合わせるために安売りしてたカレールーを買う羽目に。嘘、男の子はみんな肉じゃがで彼女の料理力を測るんでしょ。心が離れちゃってるの？それはそうかもしれないけど、そっちは結果オーライでしょ。きっかけは勘違いかもしれないけど、あの子たちを元気づけるきっかけにはなったかもしれないし、ついでに抱えてるものも分かったんだから、だったら私たちも手助けできるし。と言って、キスはダメ。生まれなくなっちゃうから。ごめん。そんなことは思わないけど、いや、受験勉強しなよ。私関係ないし。